宇宙世紀0079、1月3日、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑もうとしていた。父上、本日7時20分をもって我がジオン軍は地球連邦政府に対し宣戦を布告いたします。すでにドズル機関の部隊が宣戦の布告と同時に連邦の艦隊に対し攻撃を仕掛ける手はずを整えております。奇襲か、勝算はあるのか。ご覧ください。連邦艦隊への攻撃と連動してキシリア機関の部隊がグラナダの制圧を行います。グラナダ制圧後、サイド1、2、4に対して攻撃を仕掛け、確保したコロニーをジャブローに落下させます。確かに、コロニーを落下させればジャブローも沈黙させられよ。で、目的は？勝って何をなすという。人類は増えすぎました。地球に寄生する官僚も資源を食いつぶすだけの大衆ももう必要はありません。皇陛下、計画のご認可を。地球連邦政府並びに地球に住む全ての者たちに告ぐ。私はジオン公国総帥ギレン・ザビである。地球連邦政府は我々を宇宙へと追いやり、地上から宇宙を支配してきた。そして一握りのエリートがその私利私欲を満たすだけのために我々スペースノイドは自由を奪われ続けてきたのである。だがこの屈辱の歴史も今ここで終わる。腐敗した連邦政府を砕き、スペースノイドの真の自立を勝ち取るため、我らジオン公国は地球連邦政府に対し宣戦を布告する。ジオン公国の宣戦布告をきっかけに歴史は大きく動き出す。その戦いの果てにあるものとは。その戦いは人類に何をもたらすのか。人類史上最大の戦いは今まさに始まろうとしていた。連邦艦隊を撃破したジオン軍はブリティッシュ作戦で使用するコロニーを確保するため、スペースコロニーに対する攻撃を開始した。わずかに残された護衛部隊が必死の抵抗を見せたものの、モビルスーツの前になすすべもなく撃破されていった。なぜ、なぜこんなことを。私は私は知らなかった。毒ガスだなんて知らなかったんだよ。そしてわずか40時間の戦闘で3つのサイドは壊滅し、28億もの生命が失われたのである。ブリティッシュ作戦、30対1の国力の差を覆すジオン必勝の作戦である。これは愚劣なる地球市民に対する裁きの鉄槌である。神の放ったメギドの火に必ずや彼らは屈するであろう。強大な弾頭を溶かしたスペースコロニーは動き始める。目標は南米連邦軍本部ジャブロー。戦いは新たなる局面を迎えようとしていた。
コロニーは大気の層を突き破り地球へと落下を始める。この時ジオンは勝利を確信していた。しかし総帥、落下中のコロニーが崩壊を始めました。コースが大きく外れていきます。お、ギレン、これは予測できなかったな。はい、しかし父上、このまま終わらすわけには参りません。気候はまだ続けるというのか。ジャブローを叩く以外に我らが生き残る道はありません。ブリティッシュ作戦は継続します。ジオンは残された戦力を結集し最後の賭けに出る。敗戦を重ねながらもなお圧倒的な戦力を持つ連邦軍にジオンは勝利することができるのだろうか。ジオンの巨人どもをこれ以上進ませるわけにはいかん。全艦発進。頑張れ。この動き、指揮官はレビルだな。相手にとって不足はない。攻撃を開始しろ。ルームにおける戦いはジオンの圧倒的勝利によって終結する。ジオンの新兵器であるモビルスーツは戦力に勝る連邦を圧倒すると同時にブリティッシュ作戦の失敗を覆す大戦果をもたらしたのである。総帥、三連星がレビルを捕らえました。まことか。はい、間違いありません。この報告を受けギレンザビは勝利を確信、連邦政府との休戦条約締結を決意するのである。ルームの戦いの後、ジオンは休戦条約の締結に向けて動き始めていた。相次ぐ勝利とレベルを捕獲したことによって連邦政府との交渉が有利に運ぶと判断したためである。我ら優秀なるジオン国国民の前にあっては数に勝る連邦政府ですら無謀の衆に過ぎないのである。条約交渉を前に行われた演説はジオン国民の士気を高め、人々はこの戦争の勝利を確信していた。しかしこの確信は最悪の事態によって覆される。まさに南極条約の調印がなされようとした時、ジオンの捕虜となっていたレビルが奇跡の生還を果たしたのである。私はこの目でジオンの内情をつぶさに見てきた。我々も苦しいが、ジオンも苦しい。彼らに残された兵はあまりに少ない。交渉の切り札であったレベルの脱出はその演説以上にジオンの苦しい内情を物語っていた。この皮肉な事態によってこの日の交渉はいくつかの軍事条約の締結のみにとどまり、ジオンと連邦の血で血を洗う戦いは激しさを増していくのである。
宇宙世紀00793月1日南極における条約交渉の失敗から1ヶ月余り経ったこの日、ジオン公国は地球に対する降下作戦を開始しようとしていた。地球侵攻作戦は順調です。月面からのマスドライバーによる攻撃で地上の対空防衛網は完全に無力化しました。大した自信だな。だが連邦は侮れんぞ。私は事実を申し上げているだけです。兄貴、ソロモンから発進した部隊が降下ポイントに到着した。合図があり次第部隊を降下させる。資源採掘部隊も準備完了しました。地球方面軍も編成終了しています。各部隊準備完了したようです。ご決断を。よかろう。ただし失敗は許されんぞ。ドズル、聞いての通りだ。作戦を開始しろ。了解した。地上でふんぞり返っている連邦軍にジオンの恐ろしさを思い知らせてやるわ。地球降下部隊の第一陣がオデッサの制圧を完了した。引き続き第二次降下作戦を開始させろ。はい、予定通りに。北米の穀倉地帯が確保できれば、慣れぬ地上での戦いもいくらか楽になりましょう。任せたぞ。ガルマ、聞いての通りだ。直ちに作戦を開始しろ。地球方面軍司令としての責務を果たせ。はい、お任せください。姉上、こう焦るな。作戦の遂行を第一に考えることだ。私とてザビ家の男、心配は無用です。朗報をお待ちください。ニュース速報です。地球降下部隊が北米地域の制圧を完了しました。詳細はまだ明らかにされておりませんが、地球方面軍司令ガルマザビ閣下指揮の攻撃軍が数に勝る連邦軍に圧勝したとのことです。ガルマ司令はデギン皇王のご子息であらせられ、将来を嘱望された身でありながら兵士たちと共に前線で戦われています。兵士たちの間ではルームの戦いで大勝利を収められたドズルザビ閣下に勝るとも劣らぬ英雄であると称されています。地球侵攻作戦の初期目的である資源の確保はほぼ達成した。今後も予定通り侵攻作戦を継続していく。だが兄貴、戦いを長引かせるのは良くない。兵たちの中には宇宙に帰りたがっている者も出始めている。今ならまだ兵士たちの士気も高い。先にジャブローを攻めた方が良いのではないか。勢いだけでは戦争には勝てんよ。しかし、連邦のモビルスーツ開発に関する情報も入っています。ことは慎重に運ぶべきかと。 V 作戦と呼んでおるのか。はい。連邦のモビルスーツなど私が倒してご覧に入れますよ。頼もしいな。しかしお前は未来のジオンを背負って立つ身、軽率な真似だけはしてくれるなよ。相変わらずですね、父上。私もジオン軍人の端くれ、親の七光で出世したなどと言われたくはありません。それなりの働きはさせてもらいます。 V 作戦か。部下が持ち帰った映像があります。情報収集に向かったザクがサイドセブン内で交戦になりました。連邦のモビルスーツは信じがたい能力を持っているようです。また推測ですが、ザクが破壊したパーツから連邦のモビルスーツは3タイプ以上存在すると思われます。
ガルマザビの死は直ちにジオン本国に伝えられた。レギン皇王はその訃報を聞き、声もなくその手にした杖を落としたという。ガルマの死を無駄にするわけには参りません。ザビ家末代の故権に関わります。犬死にのまま終わらせるわけには参りません。ギレン、わしはただガルマの死を。遅くなった父上。おお、早かったな二人とも。残念です。あのガルマが連邦のモビルスーツの前に倒れたとは。兄貴、俺はまだ信じられん。今にもあいつが顔を出すんじゃないかと。過去を思ってみても戦いには勝てんぞ、ドズル。しかし、あやつこそ俺さえも使いこなしてくれる将軍にもなろうと。ああ、ドズルの言う通りだ。だからだ、ギレン。静かに丁重にガルマの冥福を祈ってやってくれまいか。我々は新型戦艦木馬と木馬に搭載された3タイプのモビルスーツこそが V 作戦の正体であると考えていました。しかし調査の結果、これらの兵器が実戦データの収集を目的とした試作機に過ぎないことが判明したのです。つまり V 作戦の真の目的とは、これら試作機による実戦データの収集と運用方法の確立、そのデータをフィードバックしたモビルスーツの量産化ではないかと推測されます。それを裏付けるように木馬の出現に前後して、前線では連邦製モビルスーツの目撃が相次ぎ、すでに量産化に成功しつつあるとの情報も入っています。これが我々が突き止めた V 作戦の全貌です。オデッサ作戦。資源の乏しいジオンの生命線を断ち、同時にヨーロッパにおけるジオンと連邦のミリタリーバランスを一変させようとする連邦の一大反抗作戦である。狙いはオデッサか。そのようです。だが戦線は地球全域に広がっている。オデッサ一つにどれほどの価値があるというのだ。価値は作るものです。使い道ならいくらでもあります。なるほど、策はあるのか。お任せを。地球連邦軍はルームの戦いで失った宇宙艦隊の再建を果たし、大規模な宇宙反抗作戦を開始しようとしていた。連邦艦隊はソロモンに攻撃してくる可能性が高い。しかしアンズルなドズル、キシリア、ゾエンは出せるな。無論です。できる限りの戦力を出しましょう。戦いは数だよ兄貴。アッバーワークの戦力を今すぐ振り向けてくれればいい。偉そうにふんぞり返る前に勝つための手立てを。振り向けるよ。出撃準備をさせている。あとは命令書通り作戦を遂行すればいいのだよドズル。キシリアもな。はい、兄上も。ドズル、支えてくれればジオンは勝つよ。宇宙基地ルナ2。地球の大半を支配下に収めたジオン軍にとって、この基地の戦略的価値は極めて低い。だがギレン・ザビはジャブロー基地攻略のためルナ2に別の価値を見出したのだ。ジオン軍はルナ2攻略を開始する。対する連邦軍も残された戦力をルナ2に集結させた。スペースノイドの独立を掲げるジオン、阻止しようとする連邦、お互いの命運をかけた戦いは始まろうとしていた。
ルナ2を失った連邦にマスドライバーによる攻撃を止める力はもう残されていなかった。計画通りジャブローの対空防衛網は完全に沈黙し、その無防備な姿をジオンの前にさらけ出したのだ。ルナ2からの爆撃によって決定的打撃を受けた地球連邦軍にいかほどの戦力が残っていようと、それはすでに形骸である。あえて言おう、カスであると。それら軟弱の集団が我らを脅かすことなどできないと私は断言する。サイド3が独立を宣言してから24年、宇宙に住む我々が自由を要求して何度踏みにじられたことだろう。だがもはや連邦に兵はない。我々は何者からも束縛を受けることはなくなった。地球に救う連邦政府の愚か者どもに思い知らせてやるのだ。有料したる我らジオンの力を、ジャブロー降下作戦を発動する。地球連邦軍本部ジャブロー、ジオンの進行を阻み続けた難攻不落の要塞はついに陥落した。ジャブローを失った連邦政府に戦う力は残されておらず、ついにジオン公国は独立を勝ち取ったのである。そして地球圏はギレン・ザビの手によって統治されることとなり、有料人種による地球圏の支配計画は実行に移される。それが正義なのか悪なのかは後の世に生きる人々にしか判断できないことなのかもしれない。ようやく見えた終戦の曙光、人々はただその一筋の光にすがるしかなかった。このひとときの平和が永遠に続くことを祈ることしかできなかったのだ。宇宙世紀は始まったばかりである。ジオン独立戦争、多くの命を奪ったこの悲劇もより多くの悲しみに埋め尽くされ、やがて歴史という名の記録へと風化してしまうだろう。だがこの悲劇を忘れてはならない。決して風化させてはならないのだ。9世紀の人類が手に入れることができなかった争いのない世界を迎えるために。我々は一人の英雄を失った。しかしこれは敗北を意味するのか。いな、始まりなのだ。地球連邦に比べ我がジオンの国力は30分の1以下である。にもかかわらず今日まで戦い抜いてこられたのはなぜか。諸君、我がジオン公国の戦争目的が正義だからだ。私の弟、諸君らが愛してくれたガルマザビは死んだ。なぜだ。諸君の父も子もその連邦の無思慮な抵抗の前に死んでいったのだ。この悲しみも怒りも忘れてはならない。それをガルマは死をもって我々に示してくれた。国民よ、悲しみを怒りに変えて盾よ国民よ、我らジオン国国民こそ選ばれた民であることを忘れないでほしいのだ。有料主たる我らこそが人類を救いうるのである。ジーク、ジオン、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 ジーク、ジオン。人類は
我ら選ばれた優良人種たるジオン国国民に管理運営されて初めて永久に生き延びることができる。地球連邦の無能なる者どもに思い知らせ、明日の未来のために我がジオン国国民は立たねばならんのである。